はい今日紹介するおもちゃはこちらです <music> マイビルドというこのブロック型の、まあ、ロボットになりますねこれはですね、まあ、かなり稼働がある、まあ、ロボットのフレームにフレームです まあ、外装をこう取り付けていくと、まあ、かっこいいこういうロボットになるまあいろんなメカがこれ出てるみたいなので楽しみなんですけど、まあ、スタンダードなスタンダードうですかねまずはこちらちょっとですね説明書が入ってるんですけど、まあ、こんな感じで組み立てる絵が。 入って結構簡単に素体というかこのフレームは完成させることができますね。こちらのフレームはすでに完成させているので最後に。 まあちょっと組み立てながら、えー、合体させますほぼ8割型完成させておきましたまあこれですねオタファさんがやってる、まあ、見やすい動画の投稿かなと思ってすべて、えー、手足を合体させますはいすべて 機体を組み立てましたこんな感じですね。まあ、ぐるっと回すとこんな感じになっております。まあ、買ったのが、ね、こう青い機体なので青い、ね、パーツがちょっと見えてるんですけど全体的にはこうブラックですね。この 腕がとにかく動きますまずは横にこんな感じで動きますね。はい、そしてさらに前にも倒せますので、はい、こんな感じで動きます。 そしてここがボールジョイントなので前にも出した後曲げることもできます90度以上曲がりますねで手首がボールジョイントでめちゃくちゃ動きますねこれはすごいです 内側も少し入れることができるのでこんな感じで構えたり、うん、すごいとにかく動きますはい次は足ですねもも腰っていうんですかねもものところ足の付け根のところから これもボールジョイントなので水平まで簡単に曲がっちゃいます。はい。そして、膝なんですけど、90度まで曲がって、さらにここでもう一段グッと曲がるので、一応二重関節にはなってるんですけど、まあ、ちょっと干渉しちゃって曲がらないかもしれないですね。足首は、 グリグリのポールジョイントで曲がるんですけどこういう横にも動くのでこういう感じでよいしょ立たせることもできますこういう逆立ちポーズなんかもできたりまあこんな片手で逆立ちもできちゃったり片足でキックなんかのポーズもすごいバッチリ決まりますねはい続いてはですね このフレームにパーツをどん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 ジョイントしてロボットに完成させていきたいと思います。最初に作っちゃったんですけどこれが武器ですね。ロボットの身長と同じぐらいの大きさの武器がついていてこれはですね、ここでこうパチッと取れるようになってます。で、斧みたいな感じにすることもできますし これを取り付けると。はい、剣のような。武器にもなります。このジョイントをこう押し込んでくっつけます。そうするとよいしょ。こうなります。そして、残りのこのパーツをこの手にくっつけてあげる。 大型の剣になるわけですねはいそれでは外装もどんどん取り付けていきたいと思いますまあ一度武器外しておきます足にパーツを取り付けました外装がどんどんついていくと ロボットっぽくなっていきます。より青く、こう、いろんなパーツに分かれてますので、完成がちょっと楽しみですね。はい、どんどん、もう一つの足も組み立てたいと思います。 はい、もう一つの足も完成しました。はい、同じようなパーツが二つできました。まあ、簡単にこうパチパチと組み立てることができます。はい、今度はですね、この上の桃の部分や足のもうちょっと上のパーツを組み立てます。 こちらですね足の上の方も着々と装備が外装ですね外装がつけ、えー、終わっておりますここがちょっと動きますねこうとこれを同じように2つ作りましたはい次は腕周りを作っていきたいと思います はい。腕が完成しました。これは、右と左でちょっと違いますね。右の方が、こういう、なんていうんですかね。肩、パーツという肩アーマーがついていて、こっちの方はついてないですね。はい。で、よく見ると、これが手になってるんですよね。こういう感じで。うん ちゃんとしっかり握り拳に胴体の部分もビルドアップさせていきたいと思います少しずつもう完成してますねここもちょっとメカメカしいパーツがどん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 くっついてここも青いシルエットに。 こう変更してきてますね胸周りがどん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 できましたねここがまたパツっていうんですかねこのスカート部分ができて後ろもこのなんていうんですかね 排気口み、なんかダクトみたいな。この胸アーマーをここに取り付ければ、よいしょ。はい、できました。これは稼働しますね。はい、すごい。これで胸アーマーのだいぶ完成してきたので、今度は後ろの部分、完成させます。 胴体が完成しましたねこれはい後ろもすっかりはいもう肉抜き穴も全く見えなくなってかっこいいですねこの部分とかもそしてしっかり入るような形になりますはい最後は頭部を 完成させていきますここからはですね全てのパーツをくっつけていきたいと思いますまずこの後ろのパーツをよいしょここに取り付けますはいそしてこのパーツもここに 取り付けます、はい、そして足のパーツもよいしょ簡単にこうつきますねそんなに外れることもなくポロリもなさそうですね、はい、そしてこの、えー、腕のパーツをよいしょくっつけてパチッと決まりますね そして、こっちの腕のパーツもパチッと。この頭部を、これ回るんですね、こうクっと。この頭部を、ここにセットして、押し込むと。てよいしょ。グッと。 はい、こんな感じで完成しましたかなりマッシブになりましたね後ろはこんな感じですねパイプのラインとかも入ってます、まあ、この本体とさっき作ったこの剣ですねこちらとあとは付属品でちょっと余ったパーツも出ますね、はい、これのやっぱりすごいところはこのコックピットが 開くんですよねこ,うここだけじゃなくここもぐーっとしっかり開くのでミニフィグなんかも載せれそうですねはい可動をもう一度見てみましょう腕がめちゃくちゃ動きますもうぐるぐる動きますねこ こっちも干渉とかもないのでこんな万歳ポーズこういう感じのポーズだったり足もキックもできますし股を広げたポーズも難なくできちゃいますね関節が結構しっかりしてるので そんなにへたりとかもなくはい武器を持たせてみましたこんな感じですね体験のような形で大きいのでただ大きいんですけど自立しないっていうわけではないですねこうこんな感じで両手持ちで振り下ろすような仕草もできますこんなポーズだと 二人もできますしよいしょ剣をこうぐっと前に置いてはいこういう待機の姿勢なんかも全然できちゃいますね、はい、今回はマイビルドのロボット と紹介していきました。これはすごい面白かったですね。簡単に組み立てられて、さらに、動く動く。すごいグリグリ動きます、もう。そしていろんな種類が出てるので、もう組み替え遊びだったり、いしょ。 武装のこう強化してオリジナルの玩具を作ることも楽しそうですね。これはあのメカ好きさんという YouTube のチャンネルにもっともっとすごい詳しく載っててもう僕もその動画見るの楽しかったんですけどまあ一つこの自分でもですねこう実際に作ってみて、えー、どんな敵なのか っていうのも、えー、挑戦してみました。今回はですね、このメカフレームのマイビルドを紹介しました。それではまた次回。せばねー